はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。この前肩のインナーマッスルのストレッチをご紹介しました。こんな感じ、右手を腰の後ろに持ってきます。はい、そのまま反対の手で肘を掴んでいけるところまで前にぐーっと持ってきます。このまま20秒から30秒キープしていきましょう。はい、座ったままね、肘をこのように持ってくるストレッチをご紹介させていただいたんですが、そのねストレッチの、動画に対してコメントをいただいておりまして、手が届きませんという形でね、コメントをいただきました。確かにね、骨格とか、体型によってね手が届きにくい方もいらっしゃるので、今日は、手が届かない場合のやり方を紹介したいと思います。簡単にね寝ながら、やることができますので、ぜひぜひトライしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、それでは説明していきたいと思います。はい、まず伸ばす側の肩の手を腰に入れていただきます。はい、足はね伸ばしていただいた方がやりやすいかなと思いますので、伸ばしましょう。このまま簡単です。腰に手を入れている側の方に、寝返りを打ちます。足を持ち上げて倒していくとね寝返り打ちやすいと思うので、このようなイメージで寝返り打っていきます。そうするとこちら側の肩の裏の方、インナーマッスルが伸ばされていくのがわかるかと思います。このまま20秒から30秒キープしていきましょう。さあ、呼吸に集中してあげるといいと思いますね。伸びてるところを感じてしまうと意識して力が入ってしまうので、呼吸にぜひ集中してあげるようにしましょう。もう少し伸ばします。はい、ゆっくり戻していきましょう。はい、では分かりやすいように反対も行っていきます。腰に手を入れていただいて、このまま寝返りを打っていきます。このようなイメージですね。このまま20秒から30秒伸ばしていきます。呼吸に集中して呼吸を深くしてあげましょう。今床でやってますが、絨毯やマットの上でやると、痛くなくて済むと思います。もう少し伸ばしていきましょう。 OK、 伸ばしたらゆっくり戻していきます。はい、ストレッチは以上でございます。20秒から30秒伸ばすのを左右1セットずつで、大丈夫だと思うんですが、なかなか伸びないなという方は、2セット3セットやっていただいても大丈夫です。本来は全ての種目に何秒何セットという形や、何回何セットという形を設けたいんですけれども、回数がね大事っていうふうに思ってもらっちゃうとちょっとね、本質と離れてしまうので、しっかり体を動かすことっていうのを大前提に、行ってみてください。ストレッチに関しては、20秒から30秒を伸ばすっていうのを大前提で、1セット2セット多くて3セットまでやるように、してみてください。やってて、痛みが出る方や、違和感がある方は無理せず中止して、他の種目や直接見ていただくようにしてみてください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。